殺しに来てる俺のことを。1900台になんでこんな勝てるん。アクアさんにコーチング受けてたから JP 対策できてるかも。じゃあもうこっちはもう鳥目さんに JP 対策を教えてもらうのみ。いや俺だってあの時より強くなってるはず。相手だって見といてよかった。いやタイジさんとこの人倒さないと優勝できないってマジ？ちょっと当たる可能性がある人間のリプレイ見ねえか。カンニングします。まずはプッサン。おい殺しに来てる俺のことを、俺のことを殺しに来てる。対策してる。モダンダルシムなんだけど。でもインパクトを目にしてるかこれ。あー結構荒らす感じだ。なるほどね。上は絶対落ちると。玉重ねの時じゃないとワープしない方がいいな。まあ一旦バーンとさせに行くのが安牌っぽいな。でマイステップ多めだね。めちゃめちゃ前目に出てくるなプッサン。まあ、とりあえず腕伸ばして。やっぱそもそものダルシムじゃねえや、ジュリ対策やんないとな。確かにテレポ釣れそうだな。めっちゃ出しにくくするか。釣ってあーで OD いいね。アーチにはだいぶパリ置いてるね。ラッシュで殺せるなこれ。まあでも冷たくやれば勝てるって感じやなプッサンは。で合間にインパクト打ってくるね。ヨガファイヤー打ち切りちょっと注意したいね。この後どうするんだプッサン。まあ後ろ引いてくれるならもうここクッパ城だな。削りクッパ城だな。オッケー、なるほど。まあプッサンのやつはデータが足りねえなまだ。プッサンがダルシム対策で戦って勝った試合を見たいな。タイジさんってタイジでやってる？タイジですとかじゃなかったっけ？おいプランカ対策、ダルシム対策はタイジさんダルシム対策は。先を見てやがる。ずいぶん先を見てやがるぜ。ねえこんなにあって一回もダルシムに当たってないんだが。ドスペが機は熟した。いよいよ始まる。さあ思う存分やり合うがいい、争うがいい。さあファーストラウンド注目していきましょう。非常に興味深いし弱体化食らったけどあんまダルシムからしたら関係ねえんだよな。まあでもアムネジアが弱くなったってのは嬉しい。投げ押しやすくなったの嬉しいよな。スプラ甲子園の練習もしながらやってんのえぐいって。多分もうダルシムとかそこら辺のキャラの対策はあるんだろうな。多分ブランカがまだ対策やってないから、多分ブランカとやってるのかな。来た2択、ちゃんと対策もできた。俺もこのコアコパからの中スポ2択ちゃんとパリしないとな。いや俺もマジでちょっとだけ JP 使っててマジでよかった。絶対パリしよう。そうなんだよな、タイさん前回ダルシム対策やってたっぽいしな。ランクマッチ見るか。1900台になんでこんな勝てるん。タイジさん前回戦った感じ、投げ割と捨ててる感じあるんだよな。アクアさんにコーチング受けてたから JP 対策できてるかも。じゃあもうこっちはもう鳥目さんに JP 対策を教えてもらうのみ。それ2回入んの初めて知った。そうなんだよな、マジで投げ押さねえんだよな。ああなるほど。いやタイジさんマジで偉いんだよな、プレーが。割となんか端まで行くまで本当に硬派。いやリジェクトファイトナイトな、あと1ラウンドで勝ちってところだったんだけどな。いや俺だってあの時より強くなってるはず、相手だって。そう前回は初手でこの SA3 のコンボ食らって最初に HP 半分減ってそっから負けてったんだよな。でも割とインパクト振ってくるイメージあるんだよなタイジさんは。であとやっぱパリーとかしてきそうだからすかし投げとかやりたいよね。きたーぐるぐる、おいおいペン、おい、うわ見といてよかった。こんなんオフラインでされたらどうすりゃいいね。 100% 当たるぞこんなん。ちょっとセロスさんも見とくか。朝からの両者がついに相まみえる。いやもうこの状態になったら誰しも終わりだからな、もう抜け出す方法なし。あれでも結構投げとか暴れとかしちゃう。うん、原人狩りしてくる。結構思いっきりあるね。うまうまいやタイジさんとこの人倒さないと優勝できないってマジ。いや嵐はテレポートで逃げれるんだけどラシードの位置とかにもよるかな。 ありがとうございます、いらっしゃいまし。小手半残してってな。どうすりゃいいん、こんなん当たったとして。レイジで当たってどないすりゃいいん、これ。こんなんどうすりゃいいん。うわ、もう一生暴れてる。頭抱えちゃう。うわ、対策してる。なんやねんその S2。 ダルシムさん、もっともう真正面に打ってほしい S2。 なんで上に飛ばすの、いつも。終わった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 。ちょっとタイジさんの JP よりグロくなるかもしれんな、これ。いや、マジ高木が倒してきてくれることを祈るしかねえ、マジで。いや、強えな。でもやっぱガードだな。めっちゃガードしよう。相当前に出てきて相当押し付けてくるから、しっかりガードしながら立ち回れば、まあ勝利はおのずとって感じか。勝たなきゃいけないな、マジで。練習行こう。